キャストの時の演技論。やっぱり主役をやる時と脇を固める時の演技論って全然違うなって。監督が何を求めているかっていうのを考えて、役割ですよね、うん、単純に概念として役割を演じるんだって思ってたらできるのかっていうと、僕はそうではない。本を読むっていうことですかね。そう、どうした顔が怖がってるぞ。何だ、聞いてんじゃねえぞ。顔が怖がってるぞっていうセリフを飛ばしちゃったんですよ。あ、で俺も何も出てこないみたいな。出てこないって。あ、なんだっけ、俺だ。もう仕事なくなると思いました。そう、大俳優として思えたさ、僕なら神なんです。ガンガンやられて。あ、はいはいはい。机で俺そのまま止まっちゃって、うん、もう一回ってなったら覚えてないですか。あと僕、一ノ瀬くんもすごいと思った。天才かと思った。キータイさんのお芝居って、間近で見てどうだったんですか。こういうやっぱ素晴らしい方が主役、うん、やられるんだな。でもやっぱああいう人が真ん中でドンって正解出してくれると、うん、こうした方が森田さんやりやすいかな、考えやすい。佐野くんはどうでした。演技させていただきました。すごいなって。選ばれた人っているんですよね。でも二宮君も選ばれてた。皆さんこんにちは、アクティングスペースのお時間です。私服太宰俳優田島亮です。よろしくお願いします。さあ今日はですね、なんとインフォーマーで共演中、クズ男役を演じております二宮龍太郎さんに来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。皆さん何俳優の二宮龍太郎さんありますか。はい、私服ダサい俳優です。一緒じゃん。お願いします。あ、私服ダサい同士。あ、そうですね。あ、でも確かに何この風って感じではあります。あ、そうですね。恥ずかしい。いや、インフォーマー、はい、なかなか注目していただいてますね。嬉しいですね。最初はこういう企画をやることであったりとか、はい、YouTube チャンネルやることであったりとか、作品の世界観壊すかもしれないなと思って、うん、やめとこうかなと思ったんですけど、うん、やっちゃえと思いました。今日はこういうテーマでお話をしてみたいと思います。田島亮と二宮龍太郎が語るサブキャストの時の演技論。二宮龍太郎さんですね、自分で監督もやられていて、枝葉のことって監督主演になりますよね。あ、ちょ、はい、そうですね、はい、それを見させていただいて全然違うと思って。あ、クズ男と、あ、素晴らしい。あ、まあ、もちろんクズ男も素晴らしいんですけど、主役やるとこうなるんだ。まあ、僕も舞台では結構主役をやらせていただいてるんですけど、やっぱり主役をやるときとサブキャスト、脇を固めるときの演技論って全然違うなって、自分としてもすごく思っていて、はい、で、二宮さんはどういうふうに考えてるのかなっていうのをすごい聞きたくてこの企画をやらせていただきました。ありがとうございます。はい、じゃあクズをどういうふうに考えて役作りをしていったんですか。監督が何を求めているかっていうのを考えて、うん、まあ、あと作品にとってどうするのが一番いいかっていうことだけですね。シンプルに。でも家で考えることと現場で考えることって多分違うと思うんですよ。家ではまずどんなことを考えてたんですか。もう本当役割ですよね。単純に概念として役割を演じるんだって思ってたらできるのかっていうと、僕はそうではないと思う。本を読むっていうことですかね。それで本当に切り作り込むみたいなことはしない、かもしれないです。余白を残しておくみたいな。そうかな。そうだと思います。なるほどね。それはつまり簡単に言うと、桐谷さんを立たせるための役割っていうことですか。あ、いや、というよりも作品にとって、なるほど、全体何がいいかっていう、作品としてのやっぱバランスを考えるっていう感じですかね。現場入ってみてどうでしたか。交番的にはどの辺のシーンからクランクインしたんですか。あれどこでしたかね。一緒でしたよね、クランクイン。あ、そうだ、そうですよね。ホテルのシーンですよね。監視カメラに桐谷さんが気づくところ。あれ、それが2話になるのかな。あ、あれ2話。あ、そっかそっか。初日って難しくないですか。あ、そうですね。そうですね、確かにどの現場もそうかもしれないですね。うん、桐谷さんどうでした。やっぱ主役だから、もちろんファーストシーンからキャラクターをちゃんと出していかなきゃいけないじゃないですか。どんな感じでした桐谷さん。いや、すごいなって。はい、何が。あ、いや、もうなんかその、まあ堂々としてらっしゃって、いや、でもお芝居もそうですし、あ、でも完璧にもう出来上がってたというか、リハの段階からはもう撮れるねっていう感じで仕上げてきてたっていう。あ、もう全そうですね。もうそれですごいよな。ものすごく優しくて、いろんなところに、気配り上手ですよね。そうですね、すごいですね。まずトークの回しもさんまさんかっていうぐらいトーク回せる人面白いし、
なんでしょう、あの人がいるとね、和みますよね、空気が。一番難しかったシーンとかはありますか？一番難しかった、え、ありますか？あれ、自分なんか思いつかないか？どそう、だから多分今のところ俺ばっかり喋ってることになっちゃってる。あ、そうですね、そうですね。自分でインフォーマー、はい、何で見てます？あ、自分ですか？はい、あ、自分は、パソコン、パソコンで、はい、あのネットフリックスかどうかで聞きたかったんですけど。あ、ネットフリックス、ネットフリックス、はい。個人的には何話が好きですか？あー、けど4話とかあれですかね。レストラン、レストラン5話あ、5話、うん、あ、5話も好きですけど、その4話でようやくその、桐谷さん、うん、あと森田さんがあって、うんうんうん、なんかこの物語動いていく感じが、クラブ、クラブ、そうですね。クラブのシーンってクズオってそんなに活躍しないでしたっけ？あ、そうですね、あ、はい、あ、でも4話が好きなんだ。あっからなんかこう展開していく感じ。あ、4話、5話、もちろん6話も。やっぱりすごく引いて見てる人ですね。そうですか？ちゃんと脚本を。あ、いえいえ、だって普通自分が活躍した回言うじゃないですか。あ、いえいえ、あの回が好きだって。いやいや、けど本当に、やっぱり監督やってる人なんだな。いや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 。そうですね、僕らも5話のレストランでがっつり初めて、そうですね、お芝居したっていう、あの時覚えてます？僕ちょっとやっぱりあのシルエットにすっごいこだわってたんで、はい、飯食ってなくて、はい、本当に申し訳ないんですけど、はい、で自分としてもすごく自分のよりもなんだけど珍しい方なんだけど、うん、ちょいちょい NG 出してたんですよ。あ、そうでした？はい、結構もうこういう感じ、ブラブラで、こういう感じでした。で、本番の用意の時だけクッってなって、うん、あとはもうお腹すいたっていう感じだったので、あの5話の時に僕が河村を持って行って、クズオがキムを持ってて、はい、交換しようっていう時に、うんうん、どうした、顔がこわばってるぞ、舐めて口聞いてんじゃねえよ、うんうん、ちょっとそれやりましょうよ、どうした、顔がこわばってるぞ、舐めて口聞いてんじゃねえぞ、仲良しちょっと恥ずかしい、で、はい、舐めた口に聞いてんじゃねえよって言った後の、うん、ちょっとのこのモーメントがあって、うん、バンってお互いに同時で話すみたいなお芝居だったじゃないですか、はい、で、僕がどうした、顔がこわばってるぞっていうセリフを飛ばしちゃったんです、ほう、テストで。全然、あー、なんか、はいはいはい、なるほどなるほど。で、あ、で、俺も何も出てこないみたいな、はい、あれっていう、ずっとこう10秒ぐらい、あ、うん、ってなって、あ、覚えてます、なんか、じゃあとりあえず話すみたいな感じで僕が河村をこう、渕上さんをこう話して、で、二宮君もなんとなくこう、キムをこうやってって二人で、スッてやって、なんかこんな芝居だっけ、なんだっけ、俺だって言って、あ、覚えてます、覚えてます、すいません、すいません、こうやって言って、で、テストだから、はいはい、監督もカメラマンさんも照明さんもみんなで立ち位置とか、はい、タイミングとかを見たいのに、だから僕はだから焦って、そんなことやっちゃいけないんだけど、あ、俺だって言って、もう一回戻ってどうした、顔がこうばってますダメだ、こっち聞いてんじゃねえ完全にどうしていいか分からなかったっていう、ありましたね。あ、覚えてます。本当申し訳ないです。いやいやいや、いや、もう森田さんもいるって、桐谷さんもいるのにな、もうダメだ、俺もう仕事なくなると思いました。そんな、やっぱーって思って、そこまでの、あのシーンどうでした、一緒にやったシーン。いや、すごく本当、こんなこと言っていいのがあれですけど、楽しかったね。楽しかったですよね、はい、本当になんか、あ、自分も思い出しました、うん、あのガンガンやられて、あ、はいはいはい、机で俺そのまま止まっちゃって、うんうん、もう一回ってなったら覚えてないですかもうみんな疲れ果てて、もう倒れなきゃいけないのに、そうですそうです、こうやってこうやって倒れなきゃいけないのに、このままいたんだ、そうですそうです、でカット、すいません、もう一回いいですかあんな大変なシーン、そうですね、あ、覚えてた。でも僕は、うん、他の方どう思ってるか分かんないですけど、僕はわ、やった、この楽しい芝居もう一回できるって思うタイプなんです。あ、本当ですか、いやいや、全然ありがとうって感じです。いや、本当にご迷惑をおかけして、だって森田さんと桐谷さんとできるんですよ、そうですね、こんなに幸せなことは、うん、ないですよ。本当ですね、うん、あと僕一ノ瀬くんもすごいと思って、6話でまずはおめえとかなとかっていうやって、うっそぴょーんっていうセリフがあるんですよ、うん、で、うそぴょーんって何パターンかしかないと思うんですよ、音が、うん、うっそぴょーんか、うっそぴょーんとか、うん、まあいくつかはあると思うけど、まあ基本うっそぴょーんっていう音を想像して現場入って、うん、あ、覚えてます、6話の一ノ瀬くん、覚えてます、すごい、すごい嘘、ぴょーんそんな感じでしたっけ、もう僕の目からするとですよ、うっそーと思って、確かに、何この芝居と思って、でも、成立してる、うん、キムとして、そうですね、天才かと、うん、どうやっ
ったらそんなプラン思いつくの、まあプランは考えてないと思うんですけど、一ノ瀬君は天才肌だから、めちゃくちゃいい俳優だなって、そうですね、あずっと思ってたけど、あの宮本から君への時から一ノ瀬渡はやばいって思ってたけど、で共演して嬉しくて、で観察してて、人とは違う作り方をしてる。森田さんはすっごくしっかりしてるんで、作り方が、はい、演劇もやってるし、まあ、舞台俳優として森田さん僕の中で神なんで、もう大阪まで芝居見に行ったりとか、そうですか、してるので、すごいんすよ森田さん。でも逆にこうなんだろう、自分が目指している方向の凄さだから、なんとなくどういう作業をしているのかはなんとなくは分かるんだけど、一ノ瀬くんは分かんない。いないなああいう人は。素敵ですね。素敵ですね。キータイさんのお芝居って間近で見てどうだったの？いやもう、いつも素晴らしいですね。もうこういうやっぱ素晴らしい方が主役やられるんだなとか、なんかそういう感じですかね。ぶれないですよね。まあそうかも。そうですね。まあ森田さんもだけど、一発目から正解出してくる。でもやっぱああいう人が真ん中でドンって正解出してくれると、まあ、こうしようかなとか、こうした方が森田さんやりやすいかなとか、考えやすい。すごく。佐野くんはどうでした？佐野さん。あ、いやいや、もうあんまり一緒にやってないでしょ。あ、結局現場では、はい、あの、臨業させていただきました。いや、自分じゃ無理だなって、だからなんかすごいなって、まあね、やっぱりずっと思ってましたね。選ばれた人っているんですよね。いや、でも二宮君も選ばれてるじゃん。いやいやいや、そんな、あれ、サブキャストの演技も全然喋ってない。あー、そうまあ、要は、でもやっぱ要はそのサブキャストの演技も、要は引き算、いろんな演技の方が引き算って言うじゃないですか。わけわかんなかったんですけど、藤井さんがアバランチというドラマのチャンスをで、そこで引き算ってこういうことかって一番前面に出ているものが芝居をする、俺じゃない。アバランチで言えば髪の毛か。髪の毛が芝居するんだって。髪型すごいこだわったんですけど、週刊記者なんでからちょっとあのパーマかけてた方がすぐに寝癖が直せる。インフォーマーで言えばメガネが芝居をするんだ。俺じゃない。常に森田さんの表情を気にする。どの角度見てるって僕も同じようにやったら僕も同じぐらい強くなっちゃう。2人組みたいな印象になっちゃう。で森田さんが顔を上げるタイミングで僕はこうしとくすると絵の中でこの絵が強くなる。森田さん、パスがそういうキャスト。